おはようございます、まあ、今の自分たちでどれぐらい伝えられるかとかその辺もちょっと自分で楽しみにしてるから、ね、ソロで実は出たことあってみんなよりはロスのあれがあの短いの調子はどうですか？バッチリですお願いします。夕日が綺麗ですね。あのお願いします。楽しみたいと思います。お願いします。これじゃダメだと決意の朝そんな日々の連続の果てにこんな素敵な景色がある声を枯らして届ける想い瞳閉じて祈り捧げ最高最高最高オレンジレンジ最高悔しい涙も嬉しい涙もほら君と共に分かち合おう魂で繋がろう淡い空に誓え限界のその向こうへ今巻き起こせ琉球の背負ってるツアーでもそうでないツアーでも、まあ、気持ちは一緒だったりするから、まあ、でもこれまで一緒に戦ってきた曲たちというかそういった曲が多いからそことどうやって、混ぜながら、今の形を作っていくかっていうちょっと楽しみというかそういうのが今回はあんのかな。なんだろうね、ちょっとやっぱ特殊なツアーだからあのやってみないとわからないところもあるのでなんかアルバムとかを引っ提げてのツアーとかって分かりやすいけどちょっとねあれかな不安もあるけど頑張ります。ツアーはもう結構新しいチャレンジするものもたくさんあるので、まあ、緊張感ありますけど始まってしまえばお客さんのノリもすごいしどうにかなるんじゃないかなというふうに楽観視はしてます。ライブハウスとかと違うところで割と演出効果っていうのもあの結構多くなってくるのであの勢いだけじゃなくて本当に力まずにっていうのが、ね、自分の中でのそんな大事なところなので、それを守れるようにやっていきたいなと思います。まあこういうツアーなので、ライブハウスとは違ってまたこの世界観を作れるツアーになってるのでそれをもうみんなに届けるだけというか、まあ、無事に安全に